吹越英星は、下北半島にある標高507.8メートルの山である。下北半島の柄の部分に位置する山が吹越英星である。この地域の最高峰は550メートルの山であるが、吹越英星は、より立派な登山道があり、多くの登山者が訪れている。山頂付近は高緯度で、強い卓越風のため森林限界を超え、 極めて見晴らしが良いことがこの山の人気のもととなっている。短時間の登山で鉱山の雰囲気を味わうことができる。山筒子の群落がある。登山道入り口から頂上まで140分2 5トル。登山道は次の造成地の緩やかな道から始まる。次第に傾斜が増してきて、松と紅葉樹の林を抜けて、岩され基地に出ると一気に視界が開ける。 草原の急坂を一登りすると、吹越え星の山頂に着く。山頂には、一等三角点と木造の祠がある。展望は360度あり、極めて見晴らしが良い。道の区間、太平洋、下北半島を一望できる。六ヶ所村の各燃料サイクル基地や、陸小河原国家石油備地区基地のタンク群、風力発電施設、八甲田連邦。 北海道まで見渡すことができる。登山入門者や子供にも手頃な山であるが、頂上付近は一旦天気が崩れると一い強風となる。また、冬には、八甲大山並みの難所となる。ありがとうございます。